はい、8月28日、本日のメニューです。デイリーマーケット情報の手は、フリートーク、めっちゃ反射する湖。で、マーケットの方、材料乏しくですね、小幅高で終わっております。あまり動かなかったですね。一日通しても動かなかった。値幅の少ない一日でした。アトラクティブストックス、ゲーム関連とドラレコ関連の銘柄に動きあったからと。あと、アンジェスめっちゃ下がるなっていうね。そして、明日はこれを買い。まあ、強いていくならパーク24かなという感じですかね。はい。そういうところ、まあ、なかなか、難しいんですけどね。決算発表もそんなに多くないし、自社株買いとかそんなに頻繁に出てくるってところでもないんでね。はい、ということでありまして、この後は主要指数の動向と225採用銘柄中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。昨日お休みをしてしまいまして大変申し訳ありません。なんか家帰ってきたら疲れ切っちゃってですね、なんかもう体動かなくなっちゃうっていう で結局もう起きたら朝まあ、大したことはないので、今週は、いいかなっていう、皆さんもそんな感じがあるんじゃないかと思うんですけど、なかなかちょっと材料とかが、手がかりなの日が、今月いっぱいぐらいまでね、まあ、週末になってくると色々指標とかもあるんですが、しばらく続きますんで、お休みをさせていただきました。今日は、長野の、旅行のところなんですけど、湖なんですね。なんとかなんですけど、その反射すごく反射するって言って、この直前に残念ながら大雨が降ってしまって、これは着いた時には本当に大雨だったんですよ。急に来るやつ、スコールかっていうぐらいので、ちょっとまだその水面水面が荒れてるんですけど、ちょっとこれが落ち着いてきたりとかすると、すごく綺麗にですね、水面にこの木々の様子が反射される感じになって綺麗なんだよっていうところなんですけど、ちょっと惜しいんですよ。この辺のざわつき加減がですね、ちょっと惜しいんですけど、結構綺麗に反射しません？この辺とか。っていうね、まあ、本当にちょっと風がなくて本当に穏やかな感じになると、すごく綺麗に映るんだろうなと思いました、うん、そこまでの様子は抑えられなかったんですけど、なんかね、 CM とかでも使われるみたいですよ、ここだそうでして、まあすごく山奥でしたけど、まずその泊まる旅館の近くだったんで、ささっと行って見て撮ってみたっていう感じですね。まあ、このぐらいになってくると結構ね、足とかをこう近づいちゃダメなのかな。あ、この辺、このぐらいどうでしょうね。なんかガラス貼ってあるか、鏡とは言わないですけど、ガラス貼ってあるみたいな反射。あ、もう夜の旅館のあのお献立が出てしまいました。まあいいんですけど、美味しかったですね。個室、なんですかね。旅館とかでもないのに、個室みたいなところで食べる感じの料理、スタイルになっていて、あ、すごい良かったんですね。で、なんかこういうとこ来ると大体もう地酒がとかってことになっちゃうんで、もう、そこのでお金取られるっていう悲しさありますけどね。して嫌になっちゃいますけど、まあしょうがないと。もう来たんだったらやっぱ クラフトビールなり地酒なりやっぱ飲まないといけないなみたいな感じになってね、でもやっぱすぐ酔っ払っちゃうから、私はすぐ酔っちゃうんで、まあまあ味わかんなくなっちゃうかなとか思って、ね、そしたらなんか質より量だみたいな感じになっちゃって、もうカップラーメンだみたいなことになっちゃうんで、難しいですよね。なかなかだから、飲まないように
まあ、ちょびね、ゆっくりやっぱりやっていくのがいいんだろうなっていうことを、ちょっとだんだんこの年になってやっと思い始めていたんですよね。その居酒屋みたいな飲み方もやめようという、そんなことです。はい。ちょっと料理はまた明日、お見せしていきたいと思いますんでね。行きましょうかね。なんか最近、このフリートーク長すぎちゃうんで、もう、サクッとね、終わりたいと。いうことで、もうちょっとしゃべりすぎて喉が全然良くならないっていうことなんじゃないかと思ってるので、しゃべる仕事が多いんですね最近ね。まあそれはそれでありがたいことなんですけど、ということで、行きましょう。6月28日、日経平均株価見てまいりましょう。23円34銭高、2479円42銭、0.11% 上昇、小幅高で終わっております。動きがない一日だったということでありますかね。どちらにも行けずでありました。昨日の米株はマイナス、なんちょれした、ニューヨークでは120ドル93セント安、25,777 ドル90セント、0.47% の下落でした。ナスダック、26.79 ポイント安、7826.95、0.34% の下落。SP500、0.32% のマイナスでした。まあ、軟調な局面でしたが、原油は上昇。昨日あんま関係ないか。原油55ドル台回復してます。55ドル63セントですね、今ね。はい、というところ。アジア株も、まあ、やや軟調といったところですかね。反省指数 0.06% のマイナス。上海総合指数 0.29% のマイナスとなっております。ドル円が105円台、105円78銭ということで、100円台後半。まあ、なかなか106円台もちょっと定着できなくなってきておりますが、難しいですね。225、5分足見ていきます。もう5バーも全然動けなくなってしまいました。何だったんだこの5コアっていう感じでしたね。まあ、そう言って前場も大した動きはなかったんですけど、言って上下の値幅が80円今日ということなんで、全然動きはしない一日でした。まあ、それだけの材料なんということであります。トピックス、0.66 ポイント高、1490.35、0.04% 上昇でした。JPX400 が 18.23 ポイント高、0.14% の上昇。はい。小幅な動きでした。2部指数が、0.12% の下落ですね。反落となりました。ジャスダック平均は結構厳しいですね。5日続落かな。6因縁、7円48銭安、3298円96銭、0.23% 下落。新興市場にあまり資金が動かないタイミングになってきておりますね。マザーズ指数大きく下げました。12.01 ポイント安、840.62、1.41% 下落。アンジェスが急落しておりまして、そこの影響が大きかったというふうに見られております。リート指数高値、ね、更新じゃないか。リート指数 0.83% 上昇で今日プラスとなっております。そんな感じの指数でした。225銘柄の中身見ていきましょう。はい。今日値上がり銘柄数105、変わらずが7、値下がり113、拮抗した形でしたね。でした。まあいい勝負。マイナスでもおかしくなかったですね。今日指数はね。プラスでしたんで、プラスの銘柄、キヨド上位じゃないや、値上がり率上位見ていきましょう。あんまりなんか上下に引っ張った銘柄ってのは今日なくて、値傘はそんなになんか活躍しなかった一日ですけど、値上がり率トップはこっちだ。今日は発行機。56円高、1909円 3% 上昇です。今日発行機人が、アメリカの FDA、が、パーキンソン病治療薬 KW6002 を承認したと発表しております。2007年に申請した際は承認が見送られ、今年3月に再申請と。2007年に申請して、で、これがまた12年後の今、もう一回再申請を行えるっていうことですからね。長い期間かかりますね、新薬のね。なんか、新薬を作るっていうのはね。期待感さほど織り込まれていなかったとみられ、ポジティブインパクトとなりました。この薬の国内売上高が100億円弱の水準であるが、アメリカのパーキンソン病患者は国内の約5倍の水準だということで、なかなか期待できるんじゃないかということだそうです。続いて2位、東海カーボン。
28円高、1000とびとび4円、1000円台回復、2.87%。2.87% 上昇して、ほんとひどい。ですね。続いて DNA。57円高、2237円。意外と高値取りに来そうな感じですね。2.61% 上昇です。まあ、今年ちょっと振らなかったですからね。であと、大規模な自社株側から随分動いてきたっていう、そんなところがありましたんでね。DNA でした。4位。今日不動産結構しっかりなんですよね。三菱地所。地所が上位に来るの珍しい。51円50銭高、2048円ちょうど 2.58% の上昇でした。特に材料なし。まあ、金利の問題ですかね。5位、NTT。127円高、5064円、2.57% 上昇。よ。特にかな。特に何もないかな。ですかね。続いて KDDI。料金プランの見直し、途中と解約についての違約金の見直し云々の話題出ておりました。まあ、楽天が下落している分、他ドコモとか KDDI プラスしたっていう面もあるんでしょうけど、なんか違約金が1000円になるとかいう新しい料金体系を発表したっていう、その辺もプラスに寄与しているのかなと思われます。続いて東電。東京電力12円高、505円 2.43% 上昇。特にないかな。中部電力とうんぬんとかってありますけど、3日続伸です。続いては三井不動産。不動産強し、55円50銭高、2528円 2.24% 上昇ですね。不動産株が回復、まあリートの上昇とかもあるんでしょうけどね。続いて資生堂。今日化粧品株しっかりで、韓国製の化粧品から、まあ、国内製のものに、なんですか、需要がシフトするんじゃないかみたいなことが言われているようですね。180円だが8770円、 2.1% 上昇。あと太平洋セメントまで見ておきましょう。太平洋セメント、あれ、52円高、2666円、2% 上昇でした。以下、NEC、NTT ドコモ、ね、携帯キャリア強いし、京セラ、カシオ、住友不動産、不動産もいいですね、関西電力、テイジン、コムシス、セブン&アイと続いております。では、下落率上位の方を見ていきましょう。トップは、楽天。基地局の整備が遅れているというような話が出ているようでありまして、ヤフーの増下取引禁止とかね、これはあんま関係ないでしょうけど、ここですよ。62円安、932円、6.24% 下落です。10月に携帯電話サービスの開始を控える中、新規参入する同社の株価が、軟調に推移していると。で、携帯電話基地局整備の遅れをめぐり、直近から総務省から3回目となる行政指導。相当遅い。ということですかね。ということで、楽天のサービス開始の規模が大きくならない公算となったということで、予想されていた既存キャリアからの利用者の流出は限定的にとどまるとの見方が強いと。やっぱりキャリア変えるのめんどくさいっていうのも単純にありますしね。よっぽどのその料金が安くなるとかっていう話がないと、なかなか乗り換えようかなっていう気には私はならないんですけど、皆さんどうでしょうか。という感じですね。では、続いていきますかね。2、富士電機。87円安、2958円、 2.86% 下落でした。もう安値ギリギリ捉えなかったですけどね、こんなに下げるかという感じありますが、富士電機。そして半導体関連、横川電機。半導体はすごく下げたっていうわけでもないんですけどね。45円安、1890円、 2.33% 下落でした。特に材料もなくですね。4位、東宝。なんか商いすごい伴ってるんですけど、よくわかりません。何でしょう、なんか、なんだろうこれ。何でしょうね、これね。こんなにできてるのに、なんか材料そんなにない。ね、めっちゃできてますよね。受け渡し最終日。1、2、3。受け渡し最終日ではあるんですけど、
8月ね。これなんか MSCI の入れ替えとかその辺絡んでんですかね。続いて太平洋金属39円安1798円 2.12% 下落、安値更新ですね。こちらそして三井 E&S、 こちらも安値更新かな。17円安785円 2.12% 下落。ヤマハツ37円安1718円 2.11% 下落。イオン39円50銭安1842円 2.1% 下落です。なかなかこれも安値から抜け出せませんね。オリンパス22円安1181円 1.83% の下落でした。であと GS 岩佐までかな。 GS 岩佐安値更新31円安1749円 1.74% 下落。これ関係ないですよね、多分ね。悪い材料じゃないですね。NEDO の航空用先進システム実用化プロジェクトで研究開発の委託先に採択されたけれども、全然響かなかったんですね。はい。でした。以下、ヤマハ、三井金、ユニチカ、日本製鋼、米粉、大日本住友製薬、NTN、ベアリング弱い、札幌ホールディングス、テルモと、そんな感じですね。はい。でした。なんか取り立てるようなことあったかな。任天堂レーティング出てたんですが、あんまり響かなかったですね。クレディスイスがアウトファパフォーム継続で目標株価4万4000から4万5000に引き上げ、スイッチライトの投入とかっていうことで目標株価引き上げではあったんですが、あんまり響かなかった。あのマリオカートね、配信開始とか決まってましたけど、それもあんまり響かなかったですね。残念。100円高4万350円 0.25% 上昇。まあ高値付近ではありますが、あとなんだろうな、結構高値更新銘柄はあるんですよね。ドコモとか、こう、ああこれ、いやそんなことないのか。50円50銭高2664円 1.93% 上昇ね。こういう時にささっと高値を取ってくる。あとはバンナム40円高6360円 0.63% 上昇。あとニトリとかね、高値取った後マイナスになっちゃいましたけど、高値更新してました。安値更新、大型そんなにないかな。小型ですけど、大和棒とかが今安値取ってきてるんで、結構どっかで仕込みたいですね。そんなに売られるもんかねって感じなんで。武田安値更新12円安3450円 0.35% 下落。ポーラオルビスは、まあ、安値取った時プラス転換してますけど、他は順調なだけにちょっと目立ちますね。安値更新なのかな。 GS 安三井 &S、ざっとそんな感じでありました。はい、ということで、ディフェンシブがまあしっかりだったんですけど、難しいですね、ここ最近本当にね。ということでありまして、以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。